第4課では手形の割引と裏書き譲渡について見ていきます。手形と小切手の決定的な違いが2点ありまして、小切手はすぐ現金に変えてくれるのに対して手形は満期日にならない限り現金を受け取ることができません。また小切手は持っていった人であれば誰でも現金を受け取れるのに対して手形は特定の人、すなわち手形に記載されている人でないと現金を受け取ることができないんです。じゃあどうしてもこの満期日にまで待つことができなくなったらどうするんでしょうと。方法が2つあります。1つが手形割引、もう1つが裏書き譲渡です。まずは手形割引から見ていきます。手形割引というのは割引手数料を支払った上で手形を銀行に買い取ってもらうことを言います。この場合満期日を待たなくても現金が手に入る代わりに銀行から割引手数料を取られます。ですから銀行というのはこの割引手数料を取ることができる、いわゆるこれで商売をすることができるんですが、その代わりもしこの手形が不当たりになった場合、お店に渡しちゃった現金はパーということになります。で、この手形を割り引いた時の仕分けなんですが、この割り引いた時の手数料を手形売却損という費用という形で仕分けをするということなんです。で、もう一つのポイントがこの手形割引料の計算です。大抵のケースの場合、手形割引料いくらって書いてあるのはごくごく稀でして、大抵のケースの場合には額面金額と割引率、あと割引日数から手形割引料を算出した上で仕分けをしなければならないというケースが大抵なんです。まあそうじゃないと問題作るときにあんまり面白くないですからね。では仕分けの例を見ていきましょう。手形3万円を銀行で割り引いて、割引料500円を支払った差額を当座預金に預けた例です。この場合、手形代金を受け取る権利がなくなっているので、貸方に受け取り手形3万円と書きます。じゃあ、借り方はということなんですが、まずは、手形売却損という形で割引料500円を計上いたします。で、残った2万9500円が当座預金口座に預けられたということになります。なので、借り方は当座預金2万9500円、手形売却損500円ということになります。ただし、誠に残念ではありますけれども、こんな素直に仕分けをさせてもらえません。実際の問題の場合はですね。で、どういうふうな書き方をしてあるかと言いますと、手形3万円を銀行で割り引いて、割引料を差し引かれた差額を当座預金に預けたと、ここまでは同じなんですが、問題はその次ですね。なお、割引日数は60日で、割引率は年 3.65% である。とこの割引日数と割引率から、あと手形の、額面金額から割引料は計算しなさいということなんです。ですからこの問題が出た時にはまずは割引手数料を計算するところから始まります。割引手数料なんですが、額面金額3万円×利率 3.65%×割引日数が60日なので365/60ということなので、これを計算すると180円になります。なので借り方が当座預金29,820円、手形売却損180円で、貸方が受け取り手形3万円ということになります。次に裏書き譲渡について見ていきます。裏書き譲渡というのは手形を他の人にあげてしまうことを裏書き譲渡と言っています。ただし、ただはいどうぞではダメです。実は手形の裏側にはですね、この手形の代金は私に代わってこの人に払ってくださいという形で、譲渡する相手の名前を書いてハンコを押すようになっています。で、これを裏書き譲渡と言っているわけなんです。なんでこうなっているかって言いますと、結局この手形が不当たりになっちゃった場合には、手形渡され
られた人が被ることになりますので、ですから、ただはいどうぞではなくて、はい、私がこの手形もらいましたよという形で、必ず裏側に名前を書くということなわけですね。ではこの裏書き譲渡をした時の仕分けの例です。20万円の商品を売って商品代金として野本薬局が振り出した為替手形を裏書き譲渡されたと書いてあるんですが、今回のケースの場合仕分けの中にはこの野本薬局というのは一切出てまいりません。で、ね、登場人物はっていうと、商品を売った人と為替手形を裏書き譲渡した人です。で、手形を裏書き譲渡された人の仕分けを見ていきます。これは手形を受け取っているということなので、借り方が受け取り手形で、貸し方が売上ということになります。ですから、まあ結局は約束手形を受け取ったときと同じ仕分けをすればいいということなんですね。今度は逆に、裏書き譲渡した人の仕分けを見ていきます。で、裏書き譲渡した人はですね、はい、まず手元に商品がやってきて、その代わり手形代金を受け取る権利がなくなっているわけです。ですから、例えば25万円の商品を仕入れて、その代金を約束手形を裏書き譲として渡した場合には、借り方が仕入れ25万円、貸し方が受け取り手形25万円ということで、受け取り手形の減少という形で仕分けをいたします。以上、第4課でした。